どうも、もこです。今日は、金運アップのお話になります。このチャンネルでは、スピリチュアルや引き寄せや、神仏からのメッセージを通じて、自分らしく幸せに生きるっていうためのヒントやあり方などお伝えしています。こうした内容に興味がある方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、というわけで、今日は、金運アップの方法10個っていうことで、金運アップっていうかね、まあ私、モコ的に実際にやっていて、で、かつ、臨時収入入ってきたりとか、そういうなんかこう、お金がね、入ってきたり、金運アップにすごく繋がったなっていう風に感じることをね、10個まとめてみたので、それをお伝えしたいと思います。はい、まず1つ目。お財布は毎日綺麗にする。です。金運アップとかでね、調べると、なんかこう、お財布をきれいにしましょうとか、レシートとか入れっぱなしにしないとかってね、いろいろ聞いたことある人ってすごい多いと思うんですけど、これね、実際にね、やり始めてからやっぱりね、お金入ってくるようになりました。私は。はい。で、私ちょっと割とこうズボラというかね、レシートとかなんかお財布なんか綺麗にした方がいいよっていうのは知りつつも、めんどくさいからいいや、みたいなのとかがあった側の人なんですけど、なのでね、私はね、お財布置く場所を決めるようにしたんですよね。最近引っ越しをしたっていうのもあるんですけど、神棚があって、で、その神棚のね、下にお財布を置く専用のね、場所を今ちゃんと作っていて、お財布をね、置く場所を決めておけば、毎日帰ってきたら、カバンからそこに置くために、カバンの中からお財布出すんですよね。なので、その時に中開けて、で、もうレシートは取り出したりとか、っていう風に、お財布の中をきれいにして、お財布を所定の場所に置くっていうね。これがやれるんですよね。だから、お財布をね、置く場所を決めるっていうのをやってもらうといいと思います。で、神棚だったり、私ね、自分で神様グッズとかをね、好きに置いてっていう神様コーナーみたいなのも作ったりするんですけど、そんな感じでね、神様コーナーみたいな場所とか、アクセサリーとかね、パワーストーンとか、まあそういうのね、つけてる方だったら、そこと同じような位置にね、お財布も一緒に置いてあげるみたいな感じでね、お財布の置く場所決めるっていうのすごくいいですね。そうすると一緒にお財布をそこに置くっていうので、カバンの中から出すから、その時にレシート出すとか、そういうね、お財布の中をきれいにするっていうこともできるので、すごくおすすめです。で、ちなみにね、お財布の中ってね、やっぱね、ごちゃごちゃしてない方がいいんですよね。なので、レシートとか溜め込んだりせずに、基本毎日出すっていうのの他にもね、あんまでもこう、ポイントカードとか、ああいうのね、ごちゃごちゃっていっぱい入れない方がいいですね。なので、もし、ポイントカードとかね、を持つんであれば、カード入れみたいなのを別で持ってもらうっていう方がいいと思います。なのでね、お財布自体はもうほんとね、なるべくね、もうシンプルに、中はね、ごちゃごちゃさせないっていう風にしてもらうといいと思います。二つ目。これはね、おトイレをきれいにするです。トイレって、金運アップイコールトイレを掃除しましょうとかっていうのはね、聞いたことある人すごく多いと思うんですね。で、トイレってやっぱりこう、浮上とか、風水的にもね、鬼門に当たるとかね、そういうのもあったりするので、基本ね、おトイレは綺麗に保っておくっていうことはまあ大前提になるんですけど、純粋にその浮上とか鬼門に当たるから、綺麗にしておこうねっていうだけではなくって、トイレって、川屋って言いますよね。実はこのトイレ、川屋にいる川屋神っていうトイレの神様ですよね。で、実はものすごくパワーのある神様なんですよ。なので、おトイレをきれいに大切に使うとか保つっていうのは、イコールそのトイレの川屋神にありがとうっていうことでもあるので、すごくパワーのある神様に、この子はいい子だっていうふうにね、やっぱりね、こう思ってもらえると、それだけやっぱりこうパワーいただけたりみたいなのもあるんですよね。以前にもほら、トイレの神様って歌がね、流行ったりもあったじゃないですか。で、本当に川屋神っていうね、おトイレの神様っていらっしゃるので、うん、だからね、本当おトイレ入った時とかも、本当毎回ね、トイレの神様にありがとうございますって言ってね、トイレでもありがとうっていうのをぜひ伝えるっていうのをね、習慣にしてもらえるといいと思います。私はね、もうおトイレ入るたびに、もうトイレの神様いつもありがとうみたいな感じで、トイレでもしています。ありがとうを伝えています。
これでね、私的におすすめなのが、トイレの神様っていうことでね、有名なのがね、仏教のね、仏様で、薄様明王っていうね、神様がいらっしゃるんですね。不動明王さんとかいるじゃないですか。ああいうね、明王の方のね、お一方なんですけど、薄様明王って言ってね、火の神様とか、あと川屋の神様みたいな風にも言われていて、すごいもうパワーのある神様なんですね。で、なので、烈火のね、ごとく炎で浮上を浄化するみたいなね、そういうすごくこう力強いね、火のパワーを持った明王様なので、お寺さんとかなんかだとね、おトイレにこの薄様明王のね、お札とかね、飾ってあるところって多いので、お寺さん行くとね、これはまあお寺さんじゃないけど、大阪の星田明建群さんで私は買ったやつなんですけど、結構ね、お寺さんが多いかな、薄様明王のね、このお札とかってね、売ってるところ多いと思うので、あ、私も置いてみたいなって思うようだったら、ぜひね、お寺さんでね、この薄様明王さんのね、お札買っていただいて、で、トイレに飾っていただくっていうのはね、すごくおすすめです。で、あとね、もう一個ね、私何個置くんだよって話なんですけど、もう一個おすすめのトイレのお守りがあってね、京都に女人守護でね、有名な一姫神社っていうのがあるんですけど、で、このね、一姫神社さんでね、置いてるね、これが、おとうすずっていう、見えるかな？これね、おとうすずっていうお守りなんですね。後ろ見える。後ろね、魔除けとか身代わり鈴っていう風に書いてあるんですけど、これもね、おトイレに置くお守りなんですね。で、トイレに入った時に、こう、こんな感じでね、鳴らしてもらうと、すごくこう、清められるというかね。うん。なので、私はこれね、一姫神社のね、お通すずとかも毎年ね、1年経ったら、また新しいのにね、変えてっていう風にやってるんですけど、こんな感じでね、おトイレにトイレのお守りを置くとか、薄様明王のね、お札を置くとかね、そんな感じでね、トイレにお守りとかお札をね、飾っていただいて、で、入るたびに、いつもありがとうございますってトイレにもね、お伝えするっていうね。で、その上でおトイレをお掃除してね、おトイレをきれいに、ね、清潔に保つっていうね。これをぜひやってもらえたらと思います。川屋神って本当にパワーのある神様なのでね、キーワークのためっていうわけではないですけど、本当いろんな意味でね、自分をサポートしてくれたりとかね、いろいろしてくれるパワーのある神様なので、本当ね、おトイレではね、ありがとうっていうのをたくさん伝えてもらえたらなと思います。で、これはね、もう本当できる人だけでいいと思うんですけど、実際にね、もうできる方はね、おトイレやっぱね、素手で掃除されたりっていう風にね、してる方もいらっしゃるぐらいなんですよね。うん。で、まあ、これはね、やっぱり人それぞれでね、いや、おトイレきれいにはするけど、素手はちょっとまだ抵抗ありますとかね、やっぱいろんな方いると思うので、別に全然これは強制とかではないんですけど、うん、でもね、トイレね、きれいに、いつもありがとうって感謝の気持ちを持って、きれいにね、お掃除して使うっていうね、それはぜひやってもらえたらと思います。はい。で、三つ目。これはね、金の置物を置くです。お金イコールね、まあ金って金って書くじゃないですか。だからね、金色ってイコールお金ってやっぱりこう連想されるようにね、金色のものを置いておくって結構いいんですよね。私結構動画とかでもね、紹介させてもらったりしてると思うんですけど、まあこれね、金の龍神さんとかね、あとはこの、これ金の宇賀神さんなんですけど、まあね、こんな感じでね、金の龍さんとか宇賀神さんとかね、置いてるんですね。で、まあ他にも、こんなのが、金のキティちゃん。これ貯金箱で宝くじ売り場で1000円で買ったやつなんですけど、なんか可愛くないですか？こんな感じで、宝くじ売り場で買うとかでも全然いいんですよ。あ、自分的に、あ、なんか可愛いとか、あ、なんか欲しいみたいに思ったものであれば、もう全然 OK です。やっぱね、金の置物はいいですね。うん。金の置物を置いたりとかってするようになってから、そういや結構お金巡るようになったかなっていう実感もあるので、金の置物置いたからって次の日にいきなりなんか臨時収入がとかっていうことではないんですけど、でもやっぱね、金の置物いろいろ置くようになってから割となんかお金はそういや流れるようになったなみたいな感があるので、はい。なのでね、金色の置物をね、なんかこう置いてもらうっていうのはね、すごくおすすめです。はい。で、四つ目。小さなラッキーを見つけたら、とにかく喜びまくる。です。当たり前みたいな風に思って流しちゃったりしてるけど、実はついてたとか、あ、ラッキーみたいなことって結構ね、意識して
して見てみたらたくさんあると思うんですよね。例えば雨が降りそうな感じなんだけど、まあ家に着くまでね雨降らないでくれたとかね、もう家に着いた瞬間土砂降りになったみたいな、なんかそういうのも、あの家に着くまで降らないでくれたラッキーみたいな、あ私ついてるみたいなね。あとは欲しいものがあって買いに行ったらお得に欲しいものが手に入っちゃったとか、なんかいろいろあるじゃないですか、そういうこうついてるみたいな思えるようなことって。だからね、こういうちっちゃいことでもいいんですよ。あ、なんかもうほら信号がねやたらと青ばっかでサクサク進めちゃうみたいななんかそんなのとかでもいいんですけど、うわ私すごいついてるラッキーみたいな感じで思うことがあったら、あのねぜひそれを、わ私ついてるラッキーだっていう風に喜んでもらいたいんですよね。その小さなラッキーに気がつく、そして喜ぶっていうね、これをぜひたくさんやってみてください。なんでこれをやるといいかっていうと、お金って軽いエネルギーなんですよ。エネルギー的に言うならば、重いか軽いかで言ったら軽いなんですね。で、感謝とか喜びとかワクワクとかそういうのもやっぱ軽い方のエネルギーになるので、やっぱね、お金が軽やかに入ってくる人って、あ、まあ今軽やかって言ったけどあのお金って基本的にやっぱ軽いエネルギーだから、自分自身のエネルギー自体が軽い状態であればあるほど軽やかに入ってきやすいんですよね。循環もしやすいし、サラサラとこう循環しやすいというか、うん、なのでね、お金自体を重くしちゃってたりとか、自分自身のエネルギーがズーンと重たいとかっていう状態だと、やっぱね、お金の巡りみたいなのもね、ちょっと滞ったりとかってしやすいので、だから、金運アップイコール、エネルギーを軽くするっていうようなね、イメージ持ってもらうとすごくいいと思うんですね。なので、そのエネルギーを軽くするっていうのの一つとして、小さなラッキーとかね、たくさん見つけて、やったー私ついてるラッキーっていう風に喜びまくるっていうね、これもぜひやってもらえたらと思います。で、はい、5つ目、床に物を置かないです。床の面積、この床面積っていうのと、まあ、お金の入ってくる量が比例しているっていうようなねお話を聞かせてもらったんですね。なので床面積をとにかく広く保っておくっていうことがすごく重要らしいです。例えばなんかこう床の上にね、なるべくやっぱ物を置かない。物を置いちゃうとその分床がほら物で隠れちゃうでしょ。だから物はなるべく置かないようにして、とにかく床の面積が見える状態にしておくっていうのかな。だからあんまりこうお部屋が片付いてなくてぐちゃぐちゃとかってなってる時って、やっぱ床隠れてる率高いと思うんですよねうん、だからね、やっぱね、そういうね、ちょっとお部屋が散らかってたりとか、床の面積があんま見えない、隠れちゃってるみたいな状態の人ってね、お金の流れが滞っちゃってたりとか、なんかそういう状態の人もすごく多いと思うんですね。なので、とにかくね、イコールほら、お部屋をきれいに保つとかね、お掃除する、片付けするっていうことにも、まあ、つながると思うので、掃除しなきゃっていう、片付けなきゃって思うとしんどいなって、ちょっと思っちゃう人だったら、金運アップのために、なんか床を見える状態にしとこうみたいなで、そのために物は置かないみたいな風に思ってもらうと、多分ね、イコールで片付けるってことになると思うので、そう、私はあんまね、お掃除とか片付けとかね、そんな得意な方じゃないんですけど、だけどね、なるほど、これ床にあんま物置いちゃいけないんだなっていう風に思ってから、実際にね、あ、もう物置かないようにっていう風に思ったら自然と片付けるんですよ、これが。なのでちょっと片付け苦手だなみたいな人はね、ぜひね、片付けるっていう意識じゃなくって、床が見える状態にしておく、床に物を置かないっていうね、そっちをね、なんか意識してもらったらいいと思います。はい、6番目、神社とかお寺さんでお札のお賽銭をするです。これね、毎回やらなきゃいけないっていうことではないんですね。で、なんだけど、普段5円とか10円とかっていう方多いと思うんですけど、まあ、月に1回とかでもいいし、あとは、ま、なんか、よし、金運上げたいぞって、金運もっとアップしたいぞっていう風に思った時はね、奮発して、音が、シャランってこう、音がしないね、パサってなるようなところ、お札をね、ぜひ、一回ね、お賽銭やってみてください。で、このね、お札のお賽銭、この本気賽銭みたいなやつは、神様にお願いっていうようなイメージ、まあ、ニュアンスよりは、まあ、もちろんね、それもあるとは思うんですけど、私的にはね、神様にお願いするために、なんかお賽銭を奮発するとかっていうことよりも、お金のエネルギーを軽くするために、そのお札のお賽銭っていうのをあえてしてほしいなっていうのが、むしろ大きいんですね。で、お金のエネルギーを軽くするっていうのはどういうことかっていうと、お金がない
の方に意識がいってる時ってお金のエネルギー自体すごく重くしちゃってるんですよね。だから支払わなきゃいけないとか払いたくないみたいになるじゃないですか。お金がないとか足りないとかもう苦しいみたいな風に思ってる時って、何かねこう欲しいものを買うためにお金を気持ちよく払うとかっていう感覚よりは、ああまた出て行ってしまうとか支払わなきゃいけないっていうような感覚がすごく強くなっちゃうと思うんですよ。その状態が別に悪いっていうことじゃないんですけど、ただお金のエネルギーとしては重くなるんですよね。だから循環のエネルギーよりも所有、出てったらなくなっちゃうからもう所有しておくみたいな、だからこう循環させるっていう軽やかなエネルギーよりも自分が持っておくっていうこの所有っていうようなエネルギーでちょっと重くなっちゃうんですよね。だから重くなるとその分循環ってしづらいので、だからお金を重くこう握りしめたり所有するっていうんじゃなくって、お金は循環するんだ、巡るものなんだって、だから使ったらそれ以上にちゃんと巡って帰ってきてくれるんだっていうこの循環の方にね、なるべくエネルギーを切り替えたいんですよね。でこの切り替えるための、まあ、方法として私がおすすめなのがこの本気再生なんですよで多分ね、お賽銭って結構5円とか10円とかでやるものっていう意識の方も多いと思うんですけど、で別にそれがいいとか悪いとかそういうことではなくてね、お金はお金じゃないですか。でお賽銭って5円とか10円でするものっていう意識の人からしてみたら、お賽銭で1000円入れるって多分ありえないとかもったいないみたいな感覚って出てきちゃうかもしれないんですよね。例えばご祈祷を受けるとか、なんかそういうので5000円とか1万とか払うっていうのとはまたちょっと違うじゃないですか。なのであえてね、このお賽銭で1000円を入れるっていうのをちょっとね、うって抵抗がある人ほどやってみてほしいんですね。で実際にお買い物とかで1000円って使うじゃないですか。多分ね、お賽銭でこの1000円入れたらもう私生きられませんとかっていう状態でなければ多分あると思うんですよ。なのでこの1000円出したらもう私死んじゃう、生きれませんっていうことではないと思うんですよね。この1000円やったらもう私あれ終わりみたいな状態じゃない方は、あえて本気再生ってことで1000円を入れる。でできる人だったら5000円とか、あえて1万円ゴーみたいなね、感じのもぜひねやってもらえたらと思います。でこれねすると、私も初めてねお賽銭でね万札入れさせていただいた時に、ね、すっごい手震えたんですよもうなんか、本当にお賽銭で1万入れちゃうの大丈夫私みたいな、しかもお金すごい結構きつかった時にそれやったんですよ。多分普通の旗から聞いたら何バカなのみたいな感じで思われるかもしれないんですけど、やるまでは結構怖いんですよ。本当本当にいい、いやいいんじゃない、このわざわざここまでお賽銭で頑張らなくてもみたいなうん、別にだってね、神様だって別にお金じゃないしみたいな。でしかも神頼みとかで大きいお金入れるっていうのでもないんですよ。じゃないのにそこでやっぱりね万札入れるっていう時はもうすごい抵抗が半端なかったんですけど、でももうえいってやったらね、すんごいスッキリしたんですよ。所有とかのエネルギーがね強い時ほど手放したくないが強くなるんですよね。だからお金がすごく重たくなっちゃう。だけどお賽銭したらもう嫌だとか、まあ嫌だじゃないけど抵抗わーみたいなすごいあったんだけど、もうえいってやったらね、もうなんかはーみたいな。いやこれはでもなんかやってもらったら多分わかると思うので、別に全然あの何言ってんだろうこの人って思うようだったら全然しなくてもいいんですけど、ちょっと怖いけど1000円やってみようかなとかって、もしこれ見てねあの持ってくれた人はね、あのぜひやってみてください。でやった時に多分最初ね絶対抵抗あると思うんですよ。初めてやる人ほど多分抵抗あると思います。でなんだけど抵抗あるけどあえてってやったらね、あのすっきりしますよ。うん、本当。普段その1000円とか普通に使ったりしているのに、お賽銭で使うってなると、途端になんかもったいないとか、なんかいろんな抵抗とか葛藤って出てくるんですよね。これわかると思います。これを手放す。もう本当に手放すって、あ、1000円は1000円だっていうね。で、この1000円を入れたっていうことは、ちゃんとこう循環してくれるお金っていう風にね、すっきりするんですよ。なのでね、ぜひね、お札で
本気再選っていうのをね、ぜひやってみてもらえたらと思います。このね、手放すっていうことによって、こうお金に対する執着とか重たい、なんか握りしめちゃうみたいなエネルギーがね、すごく軽くなってくれるので、まあ本気再選はおすすめです。はい、7番目。これはね、今お話ししたね、本気再生にもつながるんですけど、まあ、神様にお願いをしましょうっていうことですね。で、神様いつもありがとうっていうふうに、まあ、感謝はね、お伝えしてもらった上で、お金ちょうだいって。申し訳なさとか罪悪感とかってそういうの全然いらないので、お金ちょうだいっていうふうにお願いをしてみてください。で、このお願いの時のポイントなんですけど、やっぱね、基本全部エネルギーがすごく大事で、漠然とね、不安だからあればあるだけ欲しいですとか、お金持ちになりたいとか、なんかね、結構その漠然とした感じだと、あんまりエネルギーって乗らないんですよね、実は。で、あとは逆に、なんか自分が想像できない金額を言った場合も、想像できなさすぎてエネルギー乗らないんですよね。例えば10億円くださいとかね。なんか臨時収入で10億円入ってくるとかって言った時に、まあ普段からお仕事とかでも億単位のお金をね、扱ってるような人だったら多分10億ってイメージできると思うんですけど、そうじゃない人からしてみたらね、一般の方は私ももちろんですけど、10億、臨時収入で10億入ってくるって言われたってそもそも10億って全然イメージ湧かないんですよ、私。だから、そういうね、イメージ湧かなすぎるものをお願いしてもね、エネルギーが入らないんですよね。だから、なるべくね、自分がイメージできるものですね。エネルギーが乗るもの。とにかくエネルギーを乗せるっていうことが大事なので、例えば10億円だと全然イメージ湧かなくってエネルギー乗らないけど、今とりあえず臨時収入で30万入ってきたらめっちゃ嬉しいとか、やばいめっちゃワクワクするみたいなのとか、もしくはなんかどうしても欲しいものがあって、これを買うのにいくらいくら必要だからこの金額入ってきて欲しいみたいな、具体的に思えるものであればあるほどエネルギーが入るので、結構ね、叶いやすいです。なので、神様にお願いするときは、ぜひ、具体的に、いくらいくらっていう、自分が具体的にイメージができる金額。で、いや、それが叶ったら、うわ、めっちゃ嬉しい、最高みたいな風に、思える金額で、ちょうだいってお願いしますっていう風に、やってもらうといいです。はい、ちなみに私はそれで、最近臨時収入、臨時収入でもないけど、30万が、全然予想してなかったところから入ってくるっていうエピソードがありました。はい、これもなんか、そうだな、面白いからね、なんかまた別動画でね、撮ってみようかなと思うので、お楽しみに。はい、8番目。お家で使う食器やコップは気に入ったものを使うです。最近ね、ほら100円ショップとかでも、すごい可愛らしくていいね、食器とかコップって売ってるじゃないですか。だからね、ああいうの使っていただくっていうのもね、全然いいと思うんですね。で、なんだけど、100円ショップで、可愛いものを選ぶっていうんじゃなく、とにかく、あ、これ可愛いとか、あ、これすごい素敵みたいな、これもすごくこう自分が豊かでね、お金とかもあって、で、すごいなんかこう理想の生活をしてる自分みたいなのを想像してもらって、で、なんかその時にどんな食器とかカップ使ってるかなみたいなのもちょっと細部までね、イメージしてみてもらいたいんですね。例えばなんかテラスがあるようなね、お家で、で、朝起きたらテラスでゆっくりとティータイムをしている私みたいなのを例えば想像した時に、そのテラスでティータイムで飲んでいるのは例えばどんなカップかなみたいなとか、なんかそういうのをね、想像してみてもらって、で、こんな感じの食器とか、こんな感じのティーカップでハーブティー飲んでるなとか、なんかそういうのをイメージしてもらった時に、それに近いような感じのものをぜひ探してみても欲しいんですね。で、その食器全部じゃなくてもいいんですけど、例えばお家で普段飲むのでも、よくコーヒー飲む方であれば、コーヒー飲むときは100円とかのじゃない、お気に入りのね、使うたびになんか嬉しくなるキュンキュンするような、なんかティーカップを使おうみたいな風にしてもらったりするとね、やっぱね、ワクワクとか、それを使うたびに、キュンって上がるんですよね、自分のエネルギーが。
なので安くていいものっていうのもすごくあるし、逆にね、まあ高いものを買えっていうのを言ってることでは全然ないんですけど、もちろんね、安くて可愛くって、その自分のエネルギーがキュッて上がるようなね、ものがね、あったらね、それをぜひ使ってもらえたらと思うんですけど、よく使うもの、特にね、お家でよく飲むカップとかね、うん、あとはよく使う食器とか、っていうのに関しては、値段じゃなくって、とにかく自分がなんかワクワクとかウキウキって気持ちが上がるっていうものをぜひ揃えてあげてください。で、これもね、さっきのお賽銭と一緒ですけど、例えば、それはね、100円ショップとかでも、とてもいいね、食器とか、コップとかって、すごい素敵なの売ってたりするじゃないですか。だから、そういうのも買えるとは思うんですけど、でも、普通に例えば、買い物でね、さっきのお賽銭と一緒ですけど、1000円のお買い物したりとかって多分しますよね。だとしたら、例えばじゃあカップも、100円ショップで、100円で売っているカップを、ちょっと可愛らしいので1000円2000円とかのカップを買うっていう風になったらちょっとでも100円ショップのでも十分使えるし可愛いのあるじゃんっていう風に思うかもしれないんですけど、どっちがキュンとくるかですよね要は1000円2000円の方よりも100円ショップのそのカップの方がめちゃめちゃなんか可愛いってこうウキウキキュンキュンみたいにするんだったら全然そっちでいいんですけど、ちょっと1000円2000円のね、100円よりはねちょっと高いけれども、そっちの方がすごいなんかウキウキっていうこのキュッて上がる感覚がするなっていう風に思うんだったら、1000円のお買い物とか多分してるじゃないですか。だったらこれからお家でね、そんなねなんか使い捨てのものなわけでもないから、ぜひウキウキキュンキュンなる自分が上がる食器とかカップっていうのをちょっとね、奮発して買ってあげてください。そしたらね、それ使うたびに上がるんですよ、エネルギーが。ね。で、なんかちょっとこう頑張った自分をね、リラックスさせてあげるとか、そういう時にも、例えばそれでお茶を入れてね、それでなんかゆっくりしてソファーで飲むとかやったら、それだけでまたエネルギーが上がるんですよ。はい。なのでね、こういうね、食器とかコップっていうのもね、ぜひね、値段よりも自分の気持ちが上がるものっていうのをね、ぜひ選んでもらえたらと思います。はい。9番目。これはお金にありがとうを伝えてください。お買い物とかでね、お支払いするときとかもそうですけど、心の中でいいのでね、お金にね、わーありがとうってね、お金さんのおかげで、あ、欲しいものが手に入りましたって、どうもありがとうってね、もっとね、いっぱいになってまた戻ってきてね、みたいな感じで思って、心よくお支払いをするっていうのかな。でね、これね、エネルギーが重たい状態になってるときほど、そんなやっぱありがとうとか戻ってきてねっていう感覚って慣れないですよね。支払わなきゃいけないとか、また出てってしまうっていう感覚になっちゃうので、なのでね、やっぱりね、いろんな、今さっき1から何個だ8個9個とかってね、お話しした中で言ってきたのをね、いろいろと使ってとにかく上げる、軽くするって感じですね。お金や自分自身のエネルギーをなるべく軽くするっていう風にしておいてもらうと、軽いほどお金にありがとうとか、またもっといっぱいになって戻ってきてね、みたいな、この軽い感じで言えるように、やっぱね、自然になっていくんですよね。なので、お金にありがとうを伝えるっていうことをね、たくさんしてもらって、で、それを自然と言えるように、自分のエネルギーをやっぱり軽くしといてあげるっていうね、はい、これをね、ぜひやってもらえたらと思います。で、あとね、最初にね、お財布をね、綺麗にするっていうね、一つ目だったかな。で、お話ししたんですけど、で、私は、お財布ね、ほら、置く場所を決めてるじゃないですか。で、お財布置く場所決めてるから、カバンから出して、レシートとかそういうのも全部出して、で、お財布置いてってやるときに、私、お札も別のところに出してるんですね。なので、お財布を出してきたら、レシートとか出した後に、お札も抜いて、で、お札はお札でまた別のところに置いて、っていう風にするんですね。で、その時に、お財布やお札にも、お金さんいつもありがとう、今日もありがとうっていう風に、ありがとうをお伝えしてるんですね。なので、私は毎日ね、お財布そこに置くっていうのをやるときに、お金さんありがとうも伝えるし、お買い物とかをするときに、お支払いするときにもありがとうを伝えるみたいな感じですね。お金触ったらありがとうみたいな風に思ってたらいいと思います。お金に触れたら、あ、お金さんありがとうっていう風にね、ぜひしてもらえたらと思います。最後の10個目。これはね、お水にありがとうを伝えるです。
さっきのね、お金にありがとうを伝えるとね、まあ、同じ感じですけど、お水にもぜひね、ありがとうっていうのを伝えてください。私たちの体ってね、ほら、多くが水でできてたりとか、で、私たち水飲まないと生きれないでしょ？だからね、私たちが生きる上でね、水っていうのは本当に、命の源というかね、生命の源でもあるし、あとは水イコールやっぱり流れですよね。この循環っていうのもね、司っているのが水なので、だからね、ぜひね、お水にもありがとうっていうのを毎日ね、伝えるようにしてください。例えばなんかお水飲む時もそうだし、美味しいお料理食べれるとかね、そういうのだってね、そうですし、お風呂に入るとかね、そういったのだってね、私たちの生活って当たり前にお水ってあって、すごい当たり前すぎるんですけど、実はものすごくありがたいんですよね。なのでね、このね、お水にも、ありがとうっていう風に伝えるっていうことをね、ちょっと意識してやってもらうと、このね、お水への感謝っていうのが自然と出てくるようになると、イコールね、自分の運気とかね、そういったこう流れ自体も流れるようになる、循環する、こう、サラサラとね。こう循環するみたいな感じになっていくので、なのでね、ぜひね、お金とお水にありがとうですね。あとおトイレにもありがとうね。もう湧き上がってきたら全部ありがとうはとりあえず言いましょう。ありがとうは言えば言うほどすごい自分自身も気持ちよくなるし、言った方も気持ちいいし、言われた方も気持ちがいいしみたいなね、感じになるね、魔法の言葉でもあるのでね、ありがとうはね、お金ももちろんですけど、お金に限らずね、もうありとあらゆることにね、やっぱりありがとうっていうのをたくさん言っていきましょう。でね、そのありがとうが自然と言える状態っていうんですかね、言わなきゃとかっていう風に思うんじゃなく、自然とありがとうが湧き上がってくるっていうね、この状態っていうのはすごくやっぱエネルギーが軽くて整ってる状態なのでね、ぜひね、この状態でいてもらえたらお金ってどんどん入ってくるので、そんなね、こう軽い自分、軽やかなエネルギーの自分っていうね、これをぜひ意識してもらえたらと思います。はい、そんな感じで、モコ的金運アップの方法10個ということでお伝えをさせていただきました。まとめると、1つ目、お財布は毎日きれいにする。2つ目、トイレをきれいにする。3つ目、金の置物を置く。4つ目、小さなラッキーを見つけて喜びまくる。5つ目、床に物を置かない。6つ目、神社仏閣で本気お賽銭をする。7つ目、神様にお願いをする。8つ目、食器やコップは気に入ったものを使う。9個目、お金にありがとうを伝える。10個目、お水にありがとうを伝える。はい、以上の10個になります。ぜひね、この10個をね、試して、みんなでね、お金をたくさん循環させてね、なんかこう、軽やかに楽しく、ウキウキワクワクっていうね、感じで楽しく過ごしていけたらいいですよね。はい。そんな感じでみんなでお金を循環させていきましょうっていうお話でした。今日も見てくれてありがとうございます。この動画を見て面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい。今日も見てくれてありがとう。今日もあなたに幸あれ。はい、モコでした。またねー。